一つの島の植物種を簡素化したもの。ボックスの中にはすべての植物分類種が描かれている植物学において植物種はある地域もしくは時代におけるすべての植物の種の相対を意味し特に自生の植物あるいは在来種の植物である。フローラのもう一つの意味は特定地域あるいは時代区分における植物種の記載を行った書物。 またはそれに類する記録で、日本語では、植物詩を当てる。両者とも、英語の読みそのままに、フローラということもある。フローラという子は、ローマ神話の花の女神のラテン名である。動物で、これに対応するのはファウナである。生物の分類学や、生態学では、植物症と動物症を呼び菌類など、その他の生物群を合わせて集合的に生物症と呼ぶ。地域。 時代、環境の特徴、気候により、植物は各種の植物賞にグループ化される。例えば山岳地帯や低地など、地理的区分が変わると、自生する植物には違いが生じる。植物賞は、活石植物賞、ホッシルフローラに見られるような歴史時代の植物界をも意味しうる。植物賞は、環境の特徴により細分化される。最近賞は、 植物症の中に組み入れられることもあるが、別々に扱われることもある。植物区形界植物症ごとの地理的区分を植物区形と呼ぶ。その最大区分は植物区形界と呼ばれ、世界を6つの地区に区分する。区形界の改区分として、区形区、さらにその下に地方が置かれる。ありがとうございます。